い、では次の簡単なユーザーインターフェースを作成するを読んでいきたいと思います。はい、では簡単なユーザーインターフェースを作成する。で、目次の方がレイアウトエディターを開く、テキストボックスを追加する、ボタンを追加する、 UI 文字列を変更する、テキストボックスのサイズを柔軟にする、アプリを実行するってことですね。で、このレッスンでは Android Studio レイアウトエディターを使ってテキストボックスとボタンが含まれたレイアウトを作成します。次のレッスンではテキストボックスのコンテンツを別のアクティビティに送信することによりアプリがボタンのタップに対応するようにします。最終的なレイアウトのスクリーンショットがこちらになります。で、Android アプリのユーザーインターフェースはレイアウトとウィジットの階層を使用して作成されます。レイアウトはその子ビューが画面にどのように配置されるかを制御するコンテナです。ウィジットはボタンやテキスト、ボックスなどの UI コンポーネントです。Android ではビューグループ及びビュークラスの XML ボキャブラリが提供されるため、ほとんどの UI は XML ファイルを定義されます。ただし、このレッスンでは XML の記述を学習するのではなく、Android Studio のレイアウトエディターを使ってレイアウトを作成する方法を説明します。レイアウトエディターでは、ビューをドラッグ&ドロップして、レイアウトを簡単に作成できます。このレッスンでは、Android Studio 3.0 を使用して、前回のレッスンの説明に従って、Android プロジェクトを作成していることを想定しています。レイアウトエディターを開く。まず次の手順に従って、ワークスペースをセットアップします。1、Android Studio のプロジェクトウィンドウで app 矢印、レス矢印、レイアウト矢印、アクティビティメイン .xml を開きます。2、レイアウトエディターの作業エリアを広げるためには、ビュー矢印、ツールウィンドウ矢印、プロジェクトを選択して、または Android Studio の左側にあるプロジェクトをクリックして、プロジェクトウィンドウを非表示にします。3. エディターに XML ソースが表示される場合は、ウィンドウの下部にあるデザインタブをクリックします。4. セレクトデザインサーフェスをクリックして、ブループリントを選択します。5. ショーをクリックして、ショーコンテンツがオンになっていることを確認します。6. オートコンコネクトがオフになっていることを確認します。ツールバーのツールチップはターンオン、オートコネクトを示している必要があります。現在自動接続はオフになっているため。で、7、ツールバーのデフォルトマージン図8をクリックし、16を選択します。後で各ビューのマージンを調整することもできます。8、ツールバーのデバイスフォープレビューをクリックし、5.5 の 1440×2560、560dpi を選択します。これでエディターは図3のように表示されます。アクティビティメイン .xml が表示されたレイアウトエディター。詳しくはレイアウトエディターの概要をご覧ください。右下のコンポーネントツリーウィンドウにはレイアウトのビューの階層が表示されます。この場合ルートビューはコンスタントレイアウトでテキストビューオブジェクトが一つだけ含まれています。コンスタントレイアウトは兄弟ビューや親ビューの制約に基づいて各ビューの位置を定義するレイアウトです。これによりフラットなビュー階層を持つ単純なレイアウトと複雑なレイアウトの両方を作成できます。つまり UI の描画に時間がかかる場合があるネストされたレイアウト、図に示すようなレイアウト内のレイアウトを作成する必要がなくなります。例えば図4で以下のレイアウトを宣言できます。ビュー A が親レイアウトの上部から 16dp 離れたレイアウト。ビュー A が親レイアウトの左側から 16dp 離れたレイアウト。ビュー B がビュー A の右側から 16dp 離れたレイアウト。ビュー B の上部とビュー A の上部が揃えられたレイアウト。次のセクションではこのレイアウトに類似したレイアウトを作成します。テキストボタンを追加する。
最初にレイアウトにすでに適用されている制約を削除する必要があります。その後、コンポーネントツリーウィンドウのテキストビューをクリックして、デリートキーを押します。2、パレットで、テキストをクリックして、使用可能なテキストコントロールを表示します。3、テキスト、プレインテキストをデザインエディットにドラッグし、レイアウトの上部近くにドロップします。これは書式なしでテキストの入力を受け入れるエディットテキストウィジットです。4、デザインエディターでビューをクリックします。これで4つの角にサイズ変更ハンドルが表示され、4つの側面に制約アンカーが表示されます。より細かくコントロールするにはツールバーのボタンを使用してエディターで拡大します。5、上部のアンカーを押し続けながらレイアウトの上部にスナップするまでドラッグしドロップします。これで制約が適用されました。ビューをレイアウトの上部から 16dB 離れた位置に配置するように指定されます。デフォルトのマージンを 16dB に設定したため。6、同様にビューの左側からレイアウトの左側に対して制約を適用します。これで図5のスクリーンショットのようになります。ボタンを追加する。パレットでボタンをクリックします。2、ボタンをデザインエディッタにドラッグし、右側近くにドロップします。3、ボタンの左側からテキストボックスの右側に対して制約を適用します。4、水平方向に配置されたビューに制約を適用するには、テキストベースラインの間に制約を作成する必要があります。ボタンをクリックし、デザインエディット内の選択したビューのすぐ下に表示されるベースラインコンストレイントをクリックします。ボタン内にベースラインアンカーが表示されるので、このアンカーを押し続けながらテキストボックス内に表示されるベースラインアンカーをドラッグします。これで図6のスクリーンショットのようになります。注意、上端または下端に合わせて水平方向に整列することもできますが、ボタンにはその画像の周囲にパディングがあるため、この方法でこれらのビューを揃えると視覚的に正しく整列されません。はい、UI 文字列を変更する。 UI をプレビューするにはツールバーのセレクトデザインサービスをクリックしてデザインを選択します。テキスト入力にはネームがあらかじめ設定されていてボタンにボタンというラベルがついています。1、プロジェクトウィンドウを開いてから app 矢印、レス矢印、バリ矢印、ストリングス .xml を開きます。これは文字列リソースファイルです。ここで全ての UI 文字列を指定する必要があります。UI 文字列を指定すると、単一の場所で全ての UI 文字列を管理できるようになり、レイアウトまたはアプリコードのハードコード文字列と比較して、検索、アップデート、ローカライズが簡単になります。2、エディタウィンドウの上部にあるオプションエディターをクリックして、トランスレーションエディターを開きます。このエディターはデフォルトの文字列を追加及び編集できるシンプルなインターフェースを備えており、変換された全ての文字列を簡単に整理できます。4、3、Add Key をクリックしてテキストボックスのヒントテキストとして新しい文字列を作成します。A、Add Key ダイアログでキーの名前にはエディットメッセージと入力します。B、値には Enter a Message と入力します。Enter a Message と入力します。C、OK をクリックします。4、名前、ボタンセンドと値センドで別のキーを追加します。これで各ビューに文字列を設定できます。タブバーの activitymain.xml をクリックして、レイアウトファイルに戻り、次の手順に沿って文字列を追加します。1、レイアウトのテキストボックスをクリックしたときに、右側にアトリビュートウィンドウが表示されていない場合は、右側のサイドバーにあるアトリビュートをクリックします。2、現在ネームに設定されているテキストプロパティを見つけて、その値を削除します。3、ヒントプロパティを見つけて、そのテキストボックスの右側にあるピックアップリソースをクリックします。
表示されたダイアログのリストでエディットメッセージをダブルクリックします。4、レイアウトでボタンをクリックしてテキストプロパティ、ボタンに設定されていますを見つけて、ピックアリソースをクリックしてからボタンセンドを選択します。テキストボックスのサイズを柔軟にする。様々な画面サイズに対して応答性が高いレイアウトを作成するには、テキストボックスを引き伸ばして、残りの水平方向のスペースすべてを埋めるようにします。ボタンとマージンを考慮。手順を進める前にツールバーで Show をクリックし、ブループリントを選択します。1、両方のビューを選択し、1つのビューを選択してから、シフトキーを押しながら、もう1つのビューをクリック。いずれかのビューを右クリックして、チェイン、矢印、Create Horizon Chain を選択します。レイアウトは図8のように表示されます。チェインは複数のビューの双方向の制約であり、チェーンで連結されたビューを揃えて配置することができます。2. ボタンを選択してアトリビュートウィンドウを開きます。アトリビュートウィンドウの最上部にあるビューインスペクターを使用して右マージンを16に設定します。3. 次にテキストボックスをクリックして特性を確認します。幅インジケーターを2回クリックして図9のコールアウトで示しているようにマッチコンスタンツに設定します。マッチコンストレインとは水平の制約とマージンによって幅が決定されていることを意味します。したがってテキストボックスが引き伸ばされて水平方向のスペースを埋めています。ボタンとすべてのマージンを考慮。これでレイアウトが完了し図10のように表示されます。レイアウトが予想通りに表示されない場合は以下をクリックして正しい XML を表示しテキストタブに表示される XML と比較します。最終的な XML を見る。コンストレインレイアウトで実行できるチェーンと全ての操作について詳しくはコンストレインとレイアウトでレスポンシブ UI を作成するをご覧ください。アプリを実行する。前のレッスンでデバイスにアプリをすでにインストールしている場合はツールバーのアプリチェーンズをクリックして新しいレイアウトでアプリをアップデートします。また Run をクリックしてアプリをインストールして実行します。ここでボタンをタップしても何も起こりません。ボタンをタップした時に別のアクティビティが開始されるようにするには別のレッスンに進んでください、はい、では一旦伸びるブログに戻ります。はい、である程度時間が経ちましたので、一旦動画の方を終了します。はい、でこの伸びるブログの動画の方では、Android アプリを作成される方にこのような形で役に立つ情報の方をお伝えしています。これからも同じような形で配信がありますので、興味のある方はぜひ、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。